おはようございます。はい、こんにちは。こんにちは。温泉祭りの時は、ね、大勢の人が来ていただきまして、うん、ありがとうございました。で、私ここで相談コーナーやってたんですけど、はい、いろんな方にね声かけていただきまして、また来年もね機会がありましたら皆さん来ていただきたいと思います、はい。今回はねここにあります長寿梅、長寿梅を根っこさばいた時に根っこを土の中に埋めといたやつ、うん、そしてそれがこう芽が出てきた、はい、これ根伏せって言います。根伏せ根っこを伏せるって、はい、すると長寿梅の増やし方っていうと根伏せとそれから挿し木ですね、はい、一番やるのは挿し木、挿し木入れたら簡単につきますからね、うん、ただ根伏せと挿し木の違いっていうのはね、はい、それをちょっと説明したいと思います、はい、これ開けてみると分かるんですけど、根っこっていうのはこの土の中でぐる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 回ってるんですよ、うん、で自然な模様がついてます。だから挿し木してこう針金で模様をつけたの違う形の模様が出てくると思います、うん、ただ開けてみないと分かんないですけどね、はい、早速今回これ開けてみましょう、はい。視聴者さんからのコメントで、うん、根伏せの方法とかはよく動画にしてるけど、これの鉢上げの方法が見たことないから見たいってことだったんで、実はここにあるんですけど、もっと前に僕が、これ去年、そう、これ去年だと思います。春だと、いや夏、うん、わかんない、結構だから、うん、冬とかにやったやつをやってる時もあるんですよ。一応僕こっちやったやつなんですよ、うんうんうん、これを抜いて、うん、あのよくあるじゃないですか、長寿梅でぐる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 回ってるやつを作りたくて、あえてちょっとずつこう今出して中に入れたんだ。そうっていうのをやってます、うんうんうん、これは。でこっちは値上がりを作ろうとして単品でこう上がってくるやつですね。これもね2本の根伏せを合体させて作ってるやつ、うん、これ根っこを開けてみてどういう風に作るかっていう、そうそう、うん、のをやってみたらいいんじゃないですか。まあ、一応だからこういうサンプルとして、こういう形とそれからこういう、うん、ここからもっと芽を出させる、こう枝を作っていくか、そこに、そうです、そうです。根っこのぐるぐるを上にどんどん上げていきたいっていう、うん、だからこれ多分切っちゃうと思います、この辺は。そうですね、2つ2種類の作り方でいいと思いますよ。そう、あ、大丈夫ですか、うん、だいたい長寿梅っていうのはこう元から株立ち風が基本ですよね。はいはい、こういう風な株立ちみたいに作ってもいいし、うんうん、ここだと根っこ見えないじゃん。これ根っこ見えないですね、うん、だ本当に見せたとこういう単品のが、ね、私はいいかなと思う。先生のあの長寿梅を、ね、やっぱ理想として、うん、これ開けてみたらどうなるか。これまだやったばっかりやったばっかりちょっと一個見てみましょう、うん、見てやる、これがいいかな。おお、結構これちょっとほぐしていますね、はい、これ草そうです。こんな感じになってますね。なるほど。これでここから芽が出てきてるわけです。これ、うん、これか。でこの根っこの模様見てください。これこういう模様が針金で作れないですわ、うんうんうん、だからこういうのを生かしていったら植え付けの時にね、はい、こうやってこういう模様を作ってから使いたい曲線の部分を、うん、そう出しておけばいいですよね。そう、ここにこれちょっとやってみましょうか。はい、あ、じゃあでもこのままこれでいいんじゃない。これでいいね、うん、ちょっとやっぱねこれだけだと飾れないんで、ちょっと根っこ切んないで入れるか。はい、これ針金は次の段階で抜いた時にまた外すようですね、うんうん、ね、やっぱりだからこれだとまだ素材の状況で、うん、ここからもうちょっと太くしたりとか枝数増やしたりしないと、そう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 、これ芽が出てきたばっかりだからね、そうそうそう、盆栽にならないから、うん、まあ鉢上げって言ってもこういう土鉢に、そう、一回土鉢に入れてもっと枝数増やしたり、そうですね、葉っぱを増やしてしなくちゃいけないですからね、うん、という感じになると思います。で今回は全部こう根っこの方まで針金かけちゃいます、はい、で次にばらした時にもう根っこの針金外すような形、うん、でこれ緩くかけとけばね、これ本来の根っこの棒はついてますからね、はい、このぐらい出しておくかな、うん、で根っこ切んないでもこのまま入れときます、はい、で針金かけてこうやってこうやって止めればいいです、うん、
こう針金ぐるぐるって巻いて鉢の底から通して、はい、こう引っ掛けてやるだけで、あと土はね、粗いのちょこっとしたのを入れますからね、はい、洗って、うん、この部分は根っこ、はい、ここが芽が出てきた部分になります、はい、一応これ模様つけといてもいいしね、うん、こんな感じにしときますか。こんな感じ。あれですね、根上がりを作りたい人とかは、うん、まあ、これをこういうふうにやったら、あの今ある細い根が太りますね、うん、水苔巻いとけですこれ、うん、これはこうちょっと水苔巻いとくか、巻いときますか。面白い模様が、そう、面白いのか。これはこれ開けてみようか、はい、これ良さそうですよ。でもこっちの方が太いかな、うん、うわ、なめくち、おおいいじゃないですか。ちょっと遅いけどこれどうしようかな。風ギュッて畳んでも面白いですけどね。畳んじゃうか。ここそうだ、これ編み込んでます、うん、あ、編みました。3本か4本ぐらいを2本で、あ、こう編んで作りました、うん、なんか面白いかなと。これとやるか。それでもいいかもしれない。もう一個じゃね、うん、これだけだとやっぱ細すぎるんですよね、うん、細。だから成長待つのも長くなっちゃうかなと思って。かなり根っこ回ってるねこれ、うん、これでいくか、うんうん、2本でもね全然印象違いますよね。じゃあ巻くかな。針金でいっちゃうか。ちょっと心細いだからちょっと心細い。手繰り込んじゃうか。手繰り込んでもいいと思います。この辺でいいや。おいいじゃないですか。軽く針金をかけて、うん、これそうなると上がまっすぐですよね。これがこれあと水苔巻くようだなこれね、はい、あんまりきつく針金巻かないでこう緩く巻いてありますからこれ、はい、でこのまま鉢の中に入れます。さっきこっちは細いのがあんまり出てなかったんでね、はい、これ細いのいっぱい出てるから、うんうん、この畳み込んだところが硬くなって、うん、面白い木になるってことですよね。ただこう細いのはなくなっちゃうけどね、うん、この芯が残ると思う、はい、ちょっとこう針金かけておこう。これであと水ごけここを覆っていきます。はい、一回水やります。はい、今度はねこう根っこまで今まで埋まってたところが乾いてしまうんで、はい、こう水ごけこう巻いておきます。はい、
ラハヤで縛っちゃいますから、トリックやってるみたいな、ね、今頃こうやるのが一番いいじゃない。これから梅雨入るからさ、あんまりガンガン照りがなくてね、ちょうどいいんじゃないかなと思うんだけどね。真夏になっちゃうとね。まあこれと同じですよね、やってることは。これは土ですけどね。まあいろいろ。ここでやる？いや、もういろんなやり方があった方がいいかなと。うん、あとホースだね。あ、ホースね、うん。ビニールホースの中に入れちゃって。そうやつはホースでも、あと塩ビのパイプかなんかで、ね。はいはい。そういうのでもできます。ただこの根っこを乾かなきゃいいんだ。そうそう、一応これであと培養、はい、水やって、こっちもちょっとあの水ごけ周りやってきます。このぐらい3種類か。こういうのもね、なんか面白そうだなと思うんだけど、ちょっと太すぎるからね。ちょっと、ね、もうちょっと太くなった、太くなるね。いいかな、出しとくばね、これ太くなってくると思うんですよ。あ、こういうのも使えると思う。寝癖で作った長寿梅を探せコーナーです。青いのとこ、こっちです。これ石突きみたいな、何これ、石寝癖、何これ、面白いね。なんかあ、こんな低いんだ、ね、でかっちりして、すごい。伝わりますでしょうか。伝わるのかな、この迫力。いいですね。あ、これはいい鉢があるな。あ、TKG。そう。高木。あ、まさか。そうですね、私が作った。あ、鉢作ってらっしゃるんですか。一緒に行ってるじゃないですか。あ、そうか。詳しくはセカンドで。あ、そう。はい。あ、ありました。これも寝癖だよ、これ。あ、これではそうですね。これ。あ、いい、この。根っこが出てる。うん、このやっぱ曲線ってなかなか針金じゃね。ここまで、こういう模様つかないからね、こんなので。うん。これ、グンズもいいよね。なるほど。まあ、3年ぐらい経つかな、これ。3年ぐらいで、これ、このぐらい。いいね、これ。面白みがありますよね。寝癖の方が。さしきより。高木さんもいっぱいしてるもんね。そう。大好き大好き、寝伏せ。あんまでもう出ない、はい、これ長寿梅、刺し木と寝伏せやったやつ。全部これは、これは刺し木かな。これ全部刺し木と寝伏せだよ。これはどっちですか、刺し木。刺し木だと思うよ。直線的な曲がり方、細いのがね、本人がこんなやつわかんないけどこういうのをいっぱい作ってた。そうですね。この方もあれですもんね、これやったのだから 2,3 年前ってことですね。うん、そうだ。で、こんぐらいできるので、そう、こうになるから3年も経てはね、一応こう見られるような形になるんでね。だから結構太いのもつくんですよね。これも結構太いですからね。だから寝癖でそのまま値上がりに作っちゃうパターンもあるから、うん、ちょっと見分けつかないのもあるんですけど、そうまあもうこう一本作りでもいいと思うよ、こういうの、うん、見ないですもんね、やっぱりね、うん、で、針金でこういう模様が浮かんでくるかってね、うん、模様付け方がね、ちょっとできないと思う。しかも雑木でこんな厳しい負けするのね、うん、結構 気使いますよね。そうで、よくできてるこれ、うん、まあ、こういうことができる寝伏せ、寝伏せということでした。長寿梅の寝伏せの鉢上げやりましたけど、うん、長寿梅っていうのはね、あの寒木、株立ち風に出てくるんですよね。ですからこういうところからヤゴ芽がいっぱい出ます。ヤゴ、うん、っていうと、あの何ていうのかな、ヤゴって言ってますヤゴ芽、はい、余分な芽がね、それを今の時期取ってやんないと本体がやられちゃいますから、うん、この長寿梅っていうのは上の方が弱い弱い。普通の木だと、あの松とかあれだと頭が強いでしょ。そうですね。これは
頭が良くて頭弱いの。頭が弱くて頭が弱い。弱いからね。こう下に目をいっぱい出さすとこっちがやられちゃう。だからあの剪定の仕方もね、ちょこっと頭はあんまり切んないで残しといて。切っちゃうとね、こっちの受精弱ってしまうのでね、下の方はかなり余分な芽は取ってやる、一本二本はいいんですけど、そうですね、増やすんだったらそれ使っててもいいけど、そういうふうにあのやっていかないと、普通の木と逆ですから、これ。そういうことで、諸樹梅の植え替えっていうのは、私は春やっちゃうんですよ。はい、春のだと、こういういろんな根っことか作れるんで、それを伏せとく。1センチ、まあ、前やったと思うんですけど、1センチぐらい出して根伏せをしておく。そうですね。で、あの来年にはこういうのができていきますんでね、こういうのいっぱい作っておくので、挿し木でも何でもいいです。長寿梅はいっぱい作った方がいいです、ですから今回あの根伏せっていうのはあの鉢上げ、挿し木の鉢上げも同じです、ですからこれを参考にしてね、あの皆さんも挿し木したやつがあったら今鉢上げしてもいいんじゃないかなと思いますね。今回これで終わりにします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい